こんな画像を極秘でいただきました。それがこちら。紳士淑女の皆様、ごきげんよう。ほら。さて、本日も僕のチャンネルでしか見られないモンストネタ動画をやってまいりますよ。チャンネル登録がまだの人は今のうちに登録しておきましょう。ツイッターのフォローもね。よし。ってことで今回なのですが、こちら、神化のヘラですね。ヘラといえばギリシャ神話ではゼウスの妻であり、神々の女王として有名ですね。春になると聖なる泉で沐浴して、天界で最も美しくなるとのこと。いやー、気になりますね。ちなみにヘラの絵がこちら。まあどこが美しいんだかわかんねえですけどね。夏だからかな。まあ沐浴してないんでしょうね。まあそんなヘラですが、モンストのヘラの後ろには愛するゼウスのぬいぐるみがありますね。しかしそんなヘラのイラストが変更されるっていう噂があるらしいんですよ。で、僕がね、X フラッグに問い合わせたら、こんな画像を極秘でいただきました。それがこちら。後ろのぬいぐるみが、ゼウスからアビドになってるんですね。いやー、さすがのヘラも、アビドの男に惚れて、くら替えしたんですかね。気持ちはわからなくもないですけどね。そんなアビドですが、ぬいぐるみになっても、めっちゃキモいですね。めっちゃキモい。女の子に痴漢しようとしてるおっさんにしか見えねえ。少しゼウスっぽくポーズをとってますけど、どこもかっこよく見えないのが不思議ですね。あと、ゼウスに比べると、すっげえ顔が長え。顔が長えのよ。でもまあ、次回のアップデートからこうなるとの噂なので、皆さんもぜひヘラをゲットして、アビドとの沐浴を楽しんではいかがでしょうか。なお、今回の画像は僕のツイッターでも配布してるから、友達に見せてびっくりさせるといいぞ。チャンネル登録もよろしくね。コアラでした。またね。世界は空前絶後の戦艦ブーム。日本でも戦艦モヒカンやドゲンカ戦艦イカンなどが今年の流行語大賞にノミネート。海外から来た爆買いロボットによる質の良い日本戦艦の爆買いも社会現象に。そんな中、政府は戦艦を購入できない戦艦難民のためにとあるアプリのプレイを推奨。それが戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。動画を最後まで見てくれたナイスな君にもう一点お願いだ。スマホを使ってるかい？そしたら下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンだって？そしたら左下のチャンネル登録ボタンをクリック。あ、君たちツイッターやってる？僕はやってる。重要なことは全てツイッターでつぶやいてるから、コアラな君たちはぜひともフォローしてやってくれ。じゃあ今日も本当にありがとう。次回またお会いしましょう。 See you next time.